はい、どうも超人よいこマジハッカーミクソデキです。超人よいこ第13回本公演、コノハオンザヘッドという芝居をやります。コノハオンザヘッド、もう名前出てないですけど、どう考えてもタヌキですよね。はい、今回一巡しまして、また鳥に入ろうと思ったんですけども、タヌキが湧き込んできました。はい、大阪は道頓堀の方に出ますので、私道頓堀ではどうしてもタヌキのお芝居がやりたくてですね、道頓堀に昔淡路島から、道頓堀にお芝居を見に来たというお話があるんですね、昔話が。うん、なのでいつか私はタヌキを道頓堀に返してあげようと思っておりました。築地文斗さんとか森島由美さんとか、あと森島正樹とか奥田桜ミキティとか橋口めぐみとかいろいろ出ておりますが、他にも、田口悟さんとか城あきみさんとか、そういうレジェンドの方も出てくれてます。あと北野優作さん、 SF 作家です、出ております。あと超人読み子を迎え撃ちます、リエンダミカエルお待ち打ち、そして私マジンハンター三剣です。そして主役級に上原ひろを劇場劇団から呼んでおりますので、かなりタヌキタヌキしたお芝居になっております。はい、タヌキに思いを馳せる、そういうお芝居になっております。タヌキがあなたの中のタヌキ道を調べさせてください。タヌキ愛で満たされてください。そういうお芝居になっております。6月9日10日11日道頓堀ザザの方でやっております。また東京行きます。9月22から24シアターグリーンベースシアターの方でやりますので、ぜひぜひタヌキを見に来てください。はい、満月の夜に腹包み打ちたくなります、そして化けたくなります。どうか巨人4個コロナオンザヘッドよろしくお願いいたします。